ここ歩くの超久しぶりじゃない？うわすごっ、本日は赤尾フォレストにご来園いただき誠にありがとうございます。ちょっと暖かいかな。あ、暖かいね。館内の方が寒い。そっちの旧道通って、ハーブローズまで行ってから渡った方がいいよね。お気楽散歩。ここ歩くの超久しぶりじゃない？あ、畑や。散歩日和だね。うわ、びっくりした。死んでんのかと思った猫。めっちゃ猫いる。そこにもそこにも。ここいつ塞いだんだろうね。あ、ここ綺麗。スポンジ綺麗だな。あ、高級リゾートここから見えるんだ。初めて見たかもしれない。あんなベランダなんだね。高級リゾート。1泊20万とか言ってたかな、あそこ。うわ、すごっ。うん。桜めっちゃ綺麗ね。あ、ここはいいボルトだな。うん、もう満開、葉っぱが出てきちゃってる。もう終わりだ。これはあれだよね、普通の人が手を入れないとさ、こういうツタみたいのであんなになっちゃうんだよね。海のボヤージュ、砂が流れちゃってるからか、この辺下が白いね。右がやべえよ、足がすくむ。すごいよねこれ。この柵こうなってたわけでしょ。これってこうなってたんだよねきっと。なんでさ倒れてこの状態のまま放置なんだろうね。折れてるもんな下が。あ、バスが来た。すごいね、すげえ降りてくる。満員、まだまだ降りるよ。夏にはまた復活させんのかな。あのさ下のさジャリジャリがさ隠れるぐらい砂また持ってくるんでしょ。でみんなあそこの手前側に流れ着いて、それでさ海藻がみんな死んでいくんでしょ。菜の花、菜の花めっちゃ綺麗。この売店やってないんだね。じゃあラベンダーソフト食べらんないじゃん。もしかしてあれ入園するために並んでるの。信じられないよ。うわすごい、すごいねこれ。こんなとは思わなかった。本日は赤尾フォレストにご来園いただき誠にありがとうございます。こちらのシャトルバスは皆様をこの先日本庭園までご案内をいたします。この日本庭園までは約1キロほど、お時間は3分と少々で到着をいたします。左手前方白い噴水がご覧いただけるエリアをハーブガーデンと申します。右手をご覧いただきますと、こちらはフランスの香りのバラの庭というエリアになっております。左手にはですね、ウェディングガーデンと、さらにその奥にはプロポーズガーデンがございます。園内における高低差が約70メートルございます。これは一般的なビル23階建て相当のビルの高低差を下ってご見学となります。もし途中で歩き疲れてしまったり、お時間的な余裕がなくなってしまった場合などは、一度この車道までお越しいただいた上で、下りのシャトルバスに向かって手を挙げていただきますと、途中どこからでもご乗車いただけます。左手には空飛ぶブランコとコイダハウスがございまして、こちらはアラスカヒカキ1500本を使って建築されたカフェになります。またこの日本庭園には世界最大級の松の盆栽、鳳凰の松をご覧いただきます。それではお気をつけていらっしゃいませ。はい、どうもありがとうございます。いらっしゃいませ。よいしょ。
そうか、浅間神社そっちでしょ。行ってみる。あそこだった。かわいい。めっちゃちっちゃい。かわいい。取られたって、狙ってる食べ物。ちょい怖ですよこれ。意外と怖くねえんだ。こうなってる。本当だ。何往復とか言ってんの。なんかあんな場所もあんだね。あれもあんじゃん、なんか違うの。違うのね、ちょっとあれもなかった、うん、すごいね、平日でこんな混んでると思わなかった。あそこすごいよ、菜の花。うん、あ、それで降りるの。乗車定員、メリーゴーランド。どれ乗ってってんの、あれ。俺で降りないの、これで。いいでしょうよ。大丈夫これ、虫いない？やばいやばいやばい。やばいやばい。それただもう、ただそういう妖怪みたいになっちゃってますけど。何も映ってないけど。なんかメリーゴーランド、あれ、こんなん前なかったよね。え、回るんだ、これで回すんだ。乗った乗った乗った。奴隷がこうやって回すんだ。今チャンス。空いてる。うん、座る。休憩。こっちはもう座るのを楽しんじゃった。そういう場所じゃないの。休憩場所じゃないの。いや、これ全部みんな大変だね。ちっちゃいね、なんかね、うん、かわいい、うん、命を引っ込んないで。こんなレンガ高いんだろうな。すごいね。こういうガーデニングをやりたいって人はいっぱいいるだろうね。よし、そっからダッシュで。すごい。うん。なんかさ、茎は菜の花みたいな茎だね。喉乾くね。何にも売ってない。自販機もねえんだな。今は自販機で200円でも買うんだけど。グルマニポピーンってこと。怖い、なんかこう金柑玉。あ、やばい、2時までに部屋に戻れるかしら。あ、ここか。もうすぐだ。まだまだ先は長いかと思ったらもうすぐだわ。台の上からビー玉を転がしてみよう。
木でできたボーリング。ミニホッケー。スティックを使ってボールを打ち合い、これ。これで、って感じ。絶対入んねえじゃん。絶対入んねえ。跳ね返ってきた。最初の一発目超うまいじゃんと。横峰張りじゃんと思った。こうやって持つのだけは知ってる。ほら。帰りも先に渡っちゃわないともう渡る場所ないよな。長えな。ちょっとなんか波高くね。なんでやろね。疲れた。いい運動になったね。行っちゃった。ああ膝痛いな。あそうだ。例のやつあるかしら。ちょっと下見てみよう。でかいかいるかしら。なんかこう海藻があんまないんだけど、もう終わっちゃった。ああ明らか終わっちゃったね。これだもんね。こんなになるんだね。うん、もうないよ。うん、こんにちは。よいしょ。おい、疲れちゃった。10時半、痩せちゃった。